しかもこいつ？次何のクエストこれ？あんたかい。私が呼んだのは。何かご用でしょうか？近頃は私が誰かを知る生徒はほとんどおらん。まずは名乗ろう。神ぐらいのエルドリッチ。元魔法大臣にして闇払い局の創始者。これ何のクエストなんですか？君なら何十年も前の殺人事件を解決できるかもな。殺人事件？特に行方不明のページの力で。君ちゃん出番だよ。ページのことまで。その我々肖像画は君たちが思う以上に多くを見聞きし、ほとんどは秘密を守っている。肖像画ごときがよ。君のようなハッフル何がわかるってんだい。長らく捨て置かれた不正を正したいと思うだろう。殺人？興味深いですね。興味を惹かれますね。興味を惹かれますね。ひみちゃん、サイコパス出てるから。応じてくれて何よりだ。君もこの仕事から得られるものがあるだろう。興味ありますねってひみちゃん。詳しい話は欧米のヘレン・シスルウッドから聞けるだろう。もう引退したが、かつては突然何のクエストなんだよこれ。殺人事件は彼女の担当だった。もう探偵ごっこはゴリゴリですよ。彼女の家をよく訪れるのだ。君が行くと伝えておくか？すぐに向かいます。すぐに向かいます。ずいぶん遠くまで行かされるね。行かされるね。こんなとこにひみちゃん呼んで何するつもりなんだい。現場です。私は今、とある農村に来ております。この静かなあまり人のいない限界集落のような農村で、何やら殺人事件が、起きたようです。早速、現場に向かいたいと思います。お邪魔します。殺人事件についてお伺いしに参りました。現場リポーターのひみこプレインズウォーカーです。ちょっと長いんで省略します。あなたですか？マダムスツルート。目撃者はあなたの王子にあたる方に話すよう頼まれてきたんです。エルドリッチ王子さんは今時何のクエストか私把握しておりません。関係があると思ってる。私が闇払いだった頃から何が起きたんでしょうか？話を聞かせてください。数十年前のことよ。リチャード・ジャック・ドーという生徒がアンという少女と会った後に姿を消した。遺体は見つかってない。ちょっと待ってください。数十年前の殺人事件について追及しろと。わからぬまま消えた。アンは彼を殺した罪でアズカバンをくり、そうなったのはほとんどがアンニア・ブラックという少女の証言のせいよ。アズカバンいけるんですか？ブラック、それはひどい。でも私が力になれるか。みちゃんが力になります。アリバイはちょっと複雑で、ジャック・ドーはピーブスから盗んだページの地図に従って冒険に連れて行ってくれる約束だったんです。毎回なんかこいつ絡んでくるな。ピーブスが破ったのは私が禁書の棚で見つけた本ってことですね。王子さんのなるほどね。そこで繋がってくるわけ。少なくともホグワーツの肖像家はそう思ってる。ひみちゃんちゃんとクエスト把握したよ。ひみちゃんちゃんと読んでる。でもそれには用意されたパズルを解く必要がある。ほう、パズルは大嫌いです。アンは最初のパズルも解いてないと断言してる。だから2人は会っていない。ジャック・ドーのゴーストは現れた途端に消えてしまった。ジャック・ドーのパズルもない、ページもない、遺体も残ってない。はあ、パズルもねえ、ページもねえ、遺体も何も残ってねえ。理不尽です。理不尽ですね。助けられないんですか？助ける義理はありませんけど、助ける方法はあるんですか？でもアズカバンで過ごすうち、かつての面影は失われてしまった。面影はないんですか？じゃあそれはもうアンじゃないな。信用できない。それはもうアンさんじゃないですね。そして誰のことも信じていない。どうせそのアンさんの濡れ衣を晴らせって言うんだろう。アンさんの濡れ衣を晴らす、それが君へのアンサーっつってな。ヘレンさんどうですか？ジャック・ドゥ？ちょっと待って、アズカバンを見られるならぜひ行ってみたかったんです。いけるんですかこれ？魅力を感じる人がいるのはわかるけどよくないことって分かってます。でも惹かれるんです。アズカバンには何か惹かれるものがあるんです。よくないってことは分かってます。でもひみちゃんがそうしたいって言うんだから、アズカバンに連れてってください。お願いします。この衝動はもう抑えられないんです。すいません、取り乱しちゃいました。生徒は初めてだけど必ず守るわ。守らなくて結構。いつでも行けます。行きましょう、ヘレンさん。姿現しをするわ。大丈夫よ。ワープで行くの？ばらけたことはないから。ちゃんと怖いこと言わないでくれよ。恐ろしい場所では慎重に進むように。肖像画は黙っててくれます。すぐに行きましょう。行きましょう、ヘレンさん。はっ、ああ、ここがあず、はず、ああ、って決めた。ここが夢にまで見たアズカバン。え、大丈夫かい。え、ちょっとあの呪文覚えてます。エキスペクトパトローム。え、ヘレンさん、それ教えてください。私もエクスペクトパトローナムを覚えたい。しばらくは大丈夫。でも気をつけて、絶望の波が来るかもしれない。すぐに収める。ヘレンさん、私なら大丈夫です。警告に感謝します。本当に陰気な場所だけど、すぐに出られるわ。ヘレンさん、すぐに出たくないと言ったらどうします？ここがアズカバン。思いもしなかった。ディメンターは最悪よ。ディメンターをやばい、普通にディメンターがいる。服従させたい。インペリオでダメですか？あれが欲しい。私あれが欲しい。私あれが欲しい。清掃に着替えなくては。失礼のないようにね。アズカバンはマップ上のどこにあるんでしょうかね。これ歩いていけるようになるんでしょうか。あなた、アンの話をしてますよ。あいつは俺たちの中で一番の古株だ。アンってそんな昔から入ってるんですか？ディメンター服従させたいんですけど、ヘレンさんどう思います？ヘレンさん、なんかこいつ物騒なこと言ってますよ。ヘレンさん、こいつやっちゃっていいっすか？怖くねえぞ。お、なんだ？私が小汚い子犬に見える？ん？私にはあなたがドブネズミにしかに見えないわ。明かり、トイレか、地獄。食事を持ってきてくれたの？まさか、あ、アン。近くにあんたがアンか。学校のみんなはし。いい？アンは長い間ずっとここにいた。ディメンターどもに囲まれてね。話すときはじっくり我慢強く。わかりました、ヘレンさん。これ誰がご飯持ってくるんですか？あなたが。あなたがアン。誰かいるの？誰の声？死神？ダメだ、こいつ完全に気が狂ってやがる。私があなたの死神になるかどうかはあなた次第よ、アン。さあ、洗いざらい喋ってもらうわよ。本だ、誰も探しやしなかった。ページを見つけた明治はいない。私を思う無能な悪党、洞窟へ向かう。ホグホグフィールドの北で決まった私の哀れな運命が。なんだ、分かったかも。失われたページはアッパーホグズフィールドの近くの洞窟にある。意味ちゃんということですか？ホグズフィールド、廃墟のうちに隠れた。今のなんか謎解きだったの？アッパーホグズフィールド近くの廃墟に隠された金庫。ひみちゃん、ちょっとどういうからくりか教えてくれる？探しても損はない。本のページを探しなさい。ヘレンいるんでしょう。近くにおいで。いい子だから。なぜヘレンが来ていることが分かった、この魔女め。あ、暴力反対。こいつ狂ってやがる。早く洞窟に。あなたの大丈夫なの？もう済んだでしょ。思いっきり首引っかかられてたけど。ああ、逃げた。一人で。私一人置いてかないでよ。でもシスルットさん、ヘレンさん。仕方ない。ジャック・ドーの洞窟は自力で見つけよう。自力で？あの謎解きのことをホグワーツがなんとかって言ってたやつ。むっちゃ近くにあるやん。本当にここでいいんですか？こんな近くにあります？で、この下すっごい行ってみたいんですけど。これ禁断の森？ちょっと後で行きましょう。まずは、アンさんが言ってたのは殺人事件を解決しなければ。殺人事件だ。一体何の話に巻き込まれてるんですか、これ。インセンティブ。ダメか、びくともしない。何これ。なんですかこれは。そんな簡単なやつもしかして。いや、そんな簡単なわけない。これは罠だ。しかしその罠にあえて引っかかる。よし、これが正解のようだ。これか。親愛なるアン、よくやった。俺のパズルが解けたな。これパズル。やっぱりお前とは気が合う。誠に真に冒険を共有できるたった一人の存在だ。禁じられた森になるべく早く来てくれたら前に話した地図を見せてやる。どこに繋がってるかは想像つかない。ピーブスが秘密の本から破り取ったページに載ってた。他の誰も見つけられないものらしい。この先に何が待ち受けているかわからないが、お前と一緒に未来を分かち合えると知ることができて嬉しいぞ。まだまだ始まったばかりだ。リチャード、追伸。お前がこれを見つけてくれ。本当によかった。でなければ一人でやってた。そんなの全然楽しくない。ジャック・ドーのメモ。アンさんはこれが一体何の手がかり？なんで彼は死んだの？本当に彼女のせい？一体何が起きてるんだ？アクシオでいいんかいこれ。なんだこれ。お、なんだ罠。宝箱。エレガントな。あ、これレジェンドリーだ。これだけ？ルーモス。おお、なんだ。まさかあんたがジャック・ドゥがついに現れたのか。おいおい、あれがパズルだって。あれがパズルならルービックキューブは千年パズルレベルの代物だぞ。おいジャック・ドゥさんよ、事情を説明してくれないかな。事情 X の事情解いてきたんだろ。ここで何してるんだ。よっぽどあのパズルに自信があったようだね。ピーブスから盗んだ地図の話を聞いた。洞窟のことはアンにね。アンにあったのか。あのイカレババアにね。振られたんだ。振られた。一人で行く羽目になったさ。一人で行く羽目になったさ。彼女にとっては良かったかも。どこに？それで彼女はどうしてる？ジャクドゥさん、それは言えないよ。あんたのためにもあなたは彼女を破滅させたんだ。ジャック・ドゥさん、あんた罪の男だよ。え好きな人がアズカバン。ねえねえねえ、好きな人がアズカバンに収容されたってどんな気持ちなの？特に忘れられたかと。振られた悲しみを癒したくてずっと世界を旅してたんだ。戻ってきたのもつい最近だよ。気まぐれさ。その闇払いとアンを助けるんだ。ねえ、どんな気持ち？一つ聞いておきたいんだけど、ヘレンが言ってた地図でまだページは見つけられるかな。あの洞窟で首を切られた時に落としたんだ。さらっと物騒なこと言ってますけど。じわじわ腐ってる最中だ。そうだ。それがあんたの死因か。森の外れで会おうじゃないか。どこ探しゃいいかを詳しく教えてやるよ。森に行けるんですか？どうして頭を失ったの？何があったの？その辺を見て回ってたら急に爽やかな風を感じたんだ。爽やかな風。ウィンドカッター。頭がふわっとして覚えてるのはそれだけだ。あんたそれウィンドカッターだよ。いいか？だからもし洞窟に入ることがあったらよくよく気をつけるんだぞ。何に気をつけるかは教えてやれないけど、お前は勘が鋭そうだし、そよ風には注意しろ。そよ風で首が切れますかっての。その前にちょっとこの下に行ってもいいでしょうか。これなんか禁断の森っぽいな。おおおお。ああ、大丈夫か？危なっ。禁断の森だよな。待って、なんかいる。うわ、なんかやべえやつがいる。やべえやつがいるぞ。おいおい、ちょっと20レベルのダグホークとか無理だろ。バレたか。やってやる、やってやる。ふっ、なんもこれ殺してやるよ。おら来い。あれ、こいつまだ効かないのこいつ。ちょっと待って、硬い硬い、危ない。ちょっと硬すぎませんかこれ。あ、痛い。おいおい、その程度か。よーし、今日はこんぐらいで勘弁してやる。あ、おもちゃがいる。待って、ユニコーン。ユニコーン。待って、ユニコーン。おお、ユニコーン一角獣。キリン。ユニコーンがいる。これ乗れないんですか？おい、君、ちょっと乗らせてくれ。ちょっとだけでいいから。乗らしてよ。ダメなのか？アクションレビテート。あ、浮く。あ、ちょっと。え、これ乗れないのかな。おーい、ユニコーン。すごい立派な馬だ。ダメなのか。人参かなんか必要か。おいベラミベラ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 ジャック・ドゥの墓レオリオ見つけたぞ、ジャック・ドゥ。何これ。おお、びっくりした。なんだこの渦は。回転イントラムロスイントラムロス。ひみちゃんそんな魔法覚えてたっけ。渦が回転していく。まるで花びら大火。あれ、何。ほう、待ち伏せしてたな貴様ら。死ぬかい。これ卑怯者どもが。女神メラ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 ふっ外ろう。そして眠れ。邪魔するまい。メラ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 危ない。メラ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 来い女神メラメラ。準備運動にはなったか。お邪魔します。こんな洞窟の中にこんな、なんだここは。どこまで続いてるんだ。どこまで続いてるんだ。メラゾーマ。わっ、なんだこれ。謎解き。ん、シンボルを当てても明かりがつく時間が短いな。ん、なんだこれ。時間切れになるのに三つともつけない。そういうこと。ひみちゃんヒントなんかいらないよ。こんなんすぐわかるんだから。順番関係なし。なんかよくわかんないけど解けてきっとあの橋の先だ。ああ、そうに違いない。きっとそうだ。逆にこんだけの演出しといてこの橋の先の向こうじゃなかったらとんでもないことだよひみちゃん。それはだからきっと目的地はあの橋の先の向こうだ。お構いなく。雲がジャック・ドーの首を落としたわけ。雲にそんなことができるかい。あ、おーいダメか。あれ、またなんか仕掛けあります。あれか。あれ、余って1個しかない。あ、2個ある。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。これ順番いいのかこれ。あれ、開かないぞ。あれ、他にもあるか。はい、どうなら宝物に興味を持ちそうだけど。邪魔すな邪魔すな。1つ待って、ここから届かない。上からやるのか。上からやるぞ、気をつけろ。え、届かないぞ。え、1つ。あれ、反応しね。1つ。あれ、反応しね。1つ。あれ、1つ。なんで順番か。1つ。あれ、1つ。なんでちょっとお前らか邪魔してんのならばよろしい。灰に帰るがよい虫けらども。無駄な努力ご苦労様。呪われてるよ呪われてるよ。おいおい、まだ来るのか。やべ、ボスか。やってやるやってる。お前卑怯な手しか使えない。お前はこれでも食らえる。そして外れるがいい。お、なんだなんだ。おお、あ、これ何、もしかして虫によって違うのか。アクションが、古代魔術のアクションが違うのか。バイバイクマさん。ジャック・ドゥが来てからこんなに増えたんだろうな。おいジャック・ドゥ。これも古代魔術なのか。いざなわれている。罠の匂いがプンプンする。きっとこの先にジャック・ドゥの亡骸と。あいつどこまで行ったんだよ。また会ったね、まさかリチャード・ジャック・ドゥ。ジャック・ドゥ。ありがとう。やっと見つけたぞ。なんか首のとこに剣がすごい2本も刺さってる。何が起きたんだ一体。誰にやられたんだい。国道を破滅に導いた地図だ。この地図が何だってんだい。この部屋の向こうには何かあるのかな。何も嫌な予感する。またあいつかよ。ふっ、ガラクタ同然にしてやるぜ。手も足も出ないって顔デクノボーがよ。痛い。卑怯な手しかつかねえお前。ベラ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 鉄壁。甘い、甘すぎる果実のように。ベラ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 。さあ来るか。やはりか。お貴様一体だけか。ならばよろしい。ベラ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 必殺。おおおお一発。あ、やっぱ動くんかい。いいぜ、相手にとって不足なし。まずは一匹。やったな。これで終わりだ。はい、決まりました。やっぱ古代魔法なのよ。エンシェントスペルが世界を救うのよ。おおおお、びっくりした。何が始まるって言うんです。この先に待ち受けているもの、レオニオ。そう、ひみちゃんにとって過酷な運命。グリンゴッツ。大丈夫かいひみちゃん。ほいほい進んじゃってるけど。どうしよう、部屋の中に水が。あああ、あれ待って、大丈夫。水中で息できるアイテムとかないよ。なんだいその魔法は。ひみちゃんプロテゴか。プロテゴってこんな使い方もできるの。万能魔法。守ってくれてる間にここから出られるといいけど。なんかこの演出いるのか。この演出いるのか。何だったんだ今のは。あれで水中行けるようになるとかそういうことでもないよね。なんだここは。気をつけろひみちゃん。罠かもしれない。ジャック・ドゥの罠かもしれない。なんだゲート。4つのゲート。まさかステージ選択。ここに来てロックマン。違うのか。そんなことが。パーシバル。そんなことがって何ですか。これ敵。ボス選択。ついに誰かが地図の間を見つけたのか。そのようです。ラッカム先生。いかにも。正直に言うとこれほど幼いものが立っていることに驚いているよ。何ですか、私のことバカにしてるんですか。ちゃんと注意を払っているようだな。では君もあの力を。古代魔法のことですか。古代魔術のことですか。その通りです。気づいているかもしれんが、この力を持つ者はあらゆる魔法と独特な関係を結ぶことができる。なんで私が古代魔術なんか覚えてるんですか先生。教えてください。信用に触れられるのだ。冒険の中でこの稀有な才能を磨く機会が訪れる。この深淵を除く。うまく使いたまえ。はい先生、ありがとうございます。伝えたいことが山積みだ。だが初めに君をここへ導いた地図が入っていた本だ。その本を台座に置いてくれ。はい先生、もう本を持ってないんです、なんで君ちゃん本持ってないんだい。では君が本を持って戻るまでこの会話は中断せざるを得ない。そんな。本持ってきます。ほんなら先生最初から言ってください。本持ってこいって。本が戻ったら話の続きをしよう。本持ってまたここにまで来るんですか先生。何ですか。古代魔術とつながりによって才能が解除されました。魔法使いレベルが1上がることと才能ポイントが1増えます。使用できる新しい才能。何ですか。何ですか。才能レベル5から才能ポイントを。呪文強化して攻撃力。なんかこういうのってなんかスキルツリーみたいなのないなぁと思ってたら、これそういうことじゃないんですか。これスキルツリーじゃないんですかこれ。はい、もうね、一つやばいのあります。バーッと周りを全員見渡してみて。誰が一番花あるかなって思ったら、闇の魔術さん、あんたが一番花あったよ。私ね、あんた一択でもいいよ。他の魔法なんかいりますこれ。やべえって闇の魔術。呪いと同じ効果を持つってなんだ。呪われた敵はさらに多くのダメージを受けます。おいおいおい。来たよ、これ。アレストモメンタムだって。おい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 。しぶとい呪い。インペリオ！あ、これで覚えんじゃないのか。攻撃命中するために、ああ、そういうこと。クルーシオ出ました、クルーシオ。あ、これ強化するんだ。へえ。待って待って待って、アバダがおい。おい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 。アバダケタブラって言っちゃってるよ、おい。これ、覚えるのは別なのか。ここで覚えるんじゃないのか。これ闇の魔術一択でしょ、こんなの。他の魔法覚える必要あります？こんなの。ステルスとか。敵に見つかりにくくなるとかいります？目くらまし術使いながらダッシュできるいります？こんなん全員片っ端から攻撃魔法でやればいいじゃないですか。これむっちゃいい。これで一気に引き寄せてドカンよ。ひみちゃんどんどん強くなるぞ。やべえ、始まった。ホグワーツレガシー始まったぜ。クールダウンが短縮される。おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。回避ボタンを長押しすると姿を消して近くに素早く移動すると、おいおいおい、なんだこれ。ちょっと、才能ポイント足んないよ、こんなの。やば、これ。待って、握手は。これ敵なやつちょっとわかんないな。おいおい、始まったぞ、おい。